じゃあ、ヘスさん、こんにちは。こんにちは。じゃあ、簡単にどこに住んでるかとか自己紹介お願いします。はい。簡単に。じゃあ。ヘスと申します。はい。23歳です。ホンジュラスに住んでいます。2年前から日本語を勉強し始めて、今年の7月にの N3 を受けてみたいと思います。まだ2年だけ、すごいね。日本語の発音も上手だし。よくそういうことが言われる時がありますけど、実はそれは長い話です。なんか、真剣に勉強し始める前に、なんか、高校生の時から、たくさんアニメを見たり、日本の音楽を聴いたりしたんだから、なんか日本語とか、よくわかんない、ひらがなとカタカナを覚えてから、なんか、インターネットで日本人とチャットできるようになりました。だって、N1 受かってもそれぐらい話せない人もいますからね。すごいね。なるほどね。ボンジュラスって簡単に言うとどういう国ですか？私知らないんだけど。メキシコの下。なんかこう産業とかインダストリーとか何か有名なものあるの？何か有名なこ、売ってるものとか。何が有名？国。国の代表として、リプレゼンティティブ・オブ・ボンジュラスで、なんか、ね、セールスポイント。有名なものは、食べ物としてバリアスという食事もあるけど、それ以外、わからないと思います。ボンジュラス人なのにわからないです。例えば、ボンジュラスに観光何にがあ来るたんですか？ら、海が綺麗とか、海が綺麗だと言ったら、なんか、ロアタンの海が確かに綺麗だけど、それ以外、海が、なんか、ゴミばかりあるから、なんか、あんまり綺麗じゃないと思います。テスト今送りましたけど、開けましたか？はい。それ開きじました。ゃあ、じゃあ早速行きましょうか。準備 OK ですか？はい。じゃあ、それでは、これ、私は昨日作ったんですけど、スコアが、パッシングスコアは25問題中13点がパッシングスコアです25必ず持っていくよ。す。25点いくの？パーフェクトスコア？じゃあ、パーフェクトスコア取れなかったら、ボンジュラスのセールスポイントを最後にね、1個言ってもらいましょうね。じゃあ問題1から、じゃあいきます。はい。問題1の漢字をひらがなでどう書きますか？はい。1番。これわかりますか？このテストの結果はすぐにわかります。結果は余2裕番でですす。ね。はい。正解。余裕な感じですね。じゃあ、どんどんいきましょうね。私喋ると時間かかるから。はい。じゃあ2番。はい。大丈夫です。じゃあ次はこれは簡単ですね。多分明日は雨が降ると思う。多分、正2番で解。す。はい、違う、正3解。番。3番です。多分3番、3番。正解。はい、3番、正解。3番。はい。じゃあ、昨日は、下から眠い。これは、これちょっと難しかったかな。N3 じゃないかな、これ。2番ですか、達也。残念。1番です。徹夜です。これね、徹夜か。これ難しいかなと思ったんだけど、N3 のボキャブラリーリストに入ってたから、まあいいかなと思って出して、まあ確かにこれ難しくて、徹夜っていうのはほら、オーバーナイトずっと起きてるっていうこと？そういうこと。だから眠い。そうですね。はい。まあ、勉強しましたね。じゃあ、最後にボンジュラスのセールスポイント言ってくださいね、後で。来年24にします。はい。24点にしますよ。すごいね。すごいね。まあ、男らしいですね。はい。マンリーね。マンリー。はい。それでは、4番。はい。
今週は車の免許を取りに行く。素晴らしい。はい。素晴らしい。正解。はい。余裕ですね。はい。免許持ってますか？はい、持ってます。そっちは右側運転、左側運転？右側です。右側運転、あ、アメリカと同じか。日本と逆ね。はい、うん、なるほど。それでは、問題。あ、そういえば日本には行ったことあるんですか？行ったこともないですけど、この、うん、今年の9月に行く予定があります。うん、あ、じゃあ楽しみですね。はい、はい、楽しみ。じゃあ問題2に行きます。はい、はい、じゃあ線の言葉は漢字でどう書きますか？はい、5番。それでは、彼女のパーティーに参加する、これは3番です。はい、正解、素晴らしい。よく漢字してますね。うん、実はよくしてます、うん、ねえ、うん、すごいすごい。6番。はいはい、6番。それは明日の予約の時間を変えてくれますか？はい、予約、2番です。はい、正解、素晴らしいですね。素晴らしい、はい、暗記力がすごいでしょう。学校の勉強もできたんですか、やっぱり。メモリー、うん、メモリーがすごいすごいいっぱいあるみたい。そうギガバイトがすごそう。私が1ギガバイトだったら50ギガバイトぐらいありそうね。それほどでも。小学校とか中学校とかクラスでスマートキッズだった？うん、別に実はあんまりできなかった学校で。じゃあ7番。はい、最近の SNS って批判が多いよね。批判、これは3番です。はい、正解、間違いませんね、はい、素晴らしい、うん、はい。じゃあ問題3番に行きます。はい、じゃあカッコに何を入れますか？はい、8番。はい、洗った後の車は何々ですね。オノマトペですね、これ。特に苦手なんですよ。あ、苦手？苦手です。うん、車、うん、ピカピカですね。素晴らしい、正解。はい、苦手と言っといて当たりましたね。はい、洗った車 だからピカピカに決まってる。うーん、素晴らしい。ピカピカってピカチュウみたいだけどね。はい、ピカチュウみたいから。輝いてる。それでは、あ、じゃあついでに、じゃあ2番、3番、4番、どういう意味か分かります？ペラペラ、サラサラ、カラカラ。ペラペラ、あれはなんかよく話せること。そう。サラサラ。サラサラ、サラサラが知らないけど。サラサラ知らない人多いんですよね。サラサラって女の人の髪がストレートで、こう綺麗な時サラサラっての髪がこうストレートでサラサラって。ああ、そういうことか。そうなんですよ。カラカラって、カラカラ、カラカラも知らないです。カラカラはなんか喉が乾いた時、喉がカラカラって言うんですよ。サラスティの時の。ああ、喉が乾いた時カラカラ。そう、カラカラ、喉カラカラって。ああ、そう。うん。やります。はい。やりましたね。とにかく正解です。はい。それでは9番。うん。たけし君は体が大きいのに、何々と怖がりだ。あれは、意外、2番です、うんうん。はい、正解、素晴らしいね。すごいね。はい、はい、意外とっていうのは、ね、大きいのになんか強そうに見えるのにね、怖がりだねってね。そうそう、うん、大きいのになんか予想してないけど怖がり。そうね。10番。はい。はい、10番。私は友達の何々で日本語の勉強を始めました。友達の影響、4番です。
素晴らしい。で、日本語を勉強し始めました。はい、素晴らしいです。覚えられない。ジーザスさんでいい、やっぱり。はい、ジーザス。ジーザスさんは、何の影響で日本語を勉強し始めましたか？まあ、最初になんか、目的は、うん、字幕でなし、アニメを見たいと思いましたけど、うん、なんかそういう目的だけ、うん、あったんだけど、なんか勉強すればするほど日本語を好きになっちゃったと思います。うん、はい、すごいね。アニメ何が好き？アニメ、まあ、なんか、ジョジョの奇妙な冒険とか、銀魂とか、そういうほどアニメが好きです。なるほどね、はい。ジョジョって長いですよね、あれね。うん、うん、私が小さい頃からやってますからね。ああ、そうですか。そうなんですよね。あと、銀魂は私もよく見ましたよ。すごく長くしてる。本当ね。あのジョークが分かるのすごいね。うん。そうそう。面白いよね。そう。なるほどね。じゃあ、じゃあ次、問題4。河川に意味が最も近いものを選んでください。11番。はい、11番は、アマゾンは値段が安い。あれは、あ、これ N2 レベルかな。そうそうそう、正解。はい。正解。はい、あ、ごめん、違った。正解。違う。やっぱり2番。2番だった。はい、2番。ね、価値、これもしかして N2 レベルかもしれないけど、価値だとバリューみたいな感じで、人によってバリューが違うでしょ、はいはいはい、で、価格っていうのはもうディサイデッド、カンパニーが決めたプライスっていう感じ、はい、うん、これね、N2 かも。ごめん。ひどいな。いやいや、ジェイダーさんの E メールのレベルが高かったからね、ちょっと難しくしちゃったんで。はい、はい、いいですよ。じゃあ、12番。はい。12番。彼は何をするのも真剣です。はい。2番、真面目。はい、正解。素晴らしいですね。真面目っていうのはね、真面目っていうのは英語ってありますっけ？英語ではなんていうの、まあ、シリアスじゃないけど、ハードワーカーみたいだね。はい。うん、それでは13番、ジャパニーズ・イングリッシュ。はい。これ難しいね。難しいですね。でもね、彼女はスタイルがいい。わからないです。一番ですか、生き方。しんとね、残念なんですけど、4番なんです、これは。体型、体の形っていうか、まあ、あれね、スタイルがいいっていうと。そういうスタイル？そうそうそう、なんか、スタイルがいいねって、こう。男の人も背が高くてかっこいいねとか、女の人はビキニが似合ってすごい綺麗だねみたいな、そういう時スタイルがいいって言うんですね。で、女の人にスタイルいいねって言ったら、まあ、ちょっとやらしっぽいか。それがなんか、ちょっと待って。なんか、いいバレがあるみたいな。そうそうそう、なんか、スタイルいいよね。でもね、やらしくないか。まあ、細くていいねってことだから、なんかこう、なんていうの、スタイルいいねって言ったらいいけど、え、なんかやらしい感じ、スタイルいいねとか言ったらやらしいでしょ。でもスタイルいいねって言ったら爽やかでしょ。そうそう、言い方、はい、言い方、ね。次、はい、問題5、次の言葉の使い方で一番いいものを一つ選んでください。はい、14番。はい、14、責任。親は子供を育てる責任がある。この味は責任が足りない。日本人は責任するのは、
一番です。はい、正解。親は子供を育てる責任がある。はい、まあ、リスポンシビリティですね。はい、うん、余裕でしたね。はい、それでは15番。はい、適用。新しい社長は適用だ。いや、おかしい。それを適用に作っておいて、2019年から新しいルールが適用される。彼の仕事はいつも適用だ。3番ですか。素晴らしい正解。これ結構ビジネスジャパニーズっぽいのによく知ってますね。はい、適用からね。どこで聞いた？覚えてない？覚えていませんけど。すごいね。すごいね。はい。そうそう。まあ、ルールの時はルールが適用されるっていう、まあ、アプリカボーみたいなね。素晴らしいです。それでは問題6。括弧に何を入れますか？選んでください。16番。はい。仕事はまだ終わっていません。何に早く終わらせます。この方に読んで。1番ですか、できるだけ。はい、素晴らしい正解。できるだけ早く終わらせます。はい、素晴らしい。じゃあ、どんどんいきます。17番。はい、17番。話をまとめると、何、この計画をやめるということですか？かろうじて。それに、2番ですか？要するに。素晴らしい、正解。はい、はい、すごいですね。はい。じゃあ、まだ先もあるので、次行きましょう。なんか質問とかありました？はい、要するに、つまりという意味ですか？そうそうそう、つまりと要するに、まあ、同じですね。はい、はい、まずは、ありました。はい、それでは18番。あ、そういえば、ジーザスさんは、心理学者って言ってましたっけ？はい、心理学者です。去年、卒業しました。もう働いてるんですか？今働いています。すごいですね。それを聞いたので、この文章を作りました。はい。これ、意味っていうか、合ってるか後で教えてください。日本語合ってるんですけど、内容が、コンテンツが合ってるか後で教えてください。はい。あ、わかりました。はい。じゃあ、これはあれですね。問題、星に入るものはどれですか？1、2、星。はい、4、3、あ、3、4みたいな感じでね。はい。それではじゃあ読んでもらっていいですか？はい、読みます。心理カウンセラーとはどんな仕事ですか？今の社会はストレスを抱えた人がたくさんいます。そんな人の何々を探してあげることです。そんな人の話を、聞いて、何やった？これ難しいですね。なんか星のことは私苦手なんですけど。これ難しいですね、星はね。はい。順番のことをなんか、3番ですか？その人にやった。はい、正解、素晴らしいですね。じゃあ、読んでみてください。はい、じゃあ、心理カウンセラーとはどんな仕事ですか？今の社会はストレスを抱えた人がたくさんいます。そんな人の話を聞いて、その人に合った解決法を探してあげることです。素晴らしい。はい。で、これは私が考えたことなんですけど、合ってますか？はい、合ってます。そういう仕事です。解決法って、まあ、ソリュージョンをね、探してあげるっていうことだけど、じゃあ、ジーザスさんは、この悩んでる人が来てカウンセリングをするお仕事してるんですか？はい、そういう仕事してますよ。なんか、
答えなんかあげませんけど、なんか、この、まあ、特別な道具を、患者に与えて、なんか自分でどうやってこういうことを解決する、自分で考えさせます。なるほどね。じゃあ皆さんも悩みがあったら、ジーザさんのところまで、ボンジュラスまで、ぜひ行ってください。はい。はい、それでは、これはね、15分かけて読んでもらって、後で質問4つ聞きます。いいですか？準備いいですか？はい、準備はいいです。長い？パッと見て。長いです。そうそうそう、まあ、やっぱね、Eメールがね、上手だったからつい長くしちゃったのかな。だからこれ受けるときはね、メールはね、あんまり上手に書かない方がいいですね。そうそう、次こそそういうことを忘れません。じゃあそれでは15分、今何時？今じゃあ35分だから50分ぐらいまで考えていいですよ。じゃあ今からスタート。はい、どうぞ。はい、私はなんか本とか読んでますから。はい、わかりました。はい、こう、私の新しい本一人で読んでます。宣伝。どんな本ですか？これあの Learning from Famous Japanese Literature、 誰もが知ってる日本文学から学ぶ日本語、 Amazon で発売中。でもボンジュラスに売ってないかもしれない。売ってません。終わりました。お、早い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 。あ、5分で終わりましたね。長いって言ったのに。あれ、ご飯でしょ？今5分しか経ってないでしょ？え、あ、そう。すごいね。はい。ブレードランナーとか、まだ23歳だからブレードランナーとか知ってる？あ、うん。知りません。見たことありません。あの、古い映画だからね。今度見てみてください。ネットフリックスとかでね。はい。はい。鉄腕アトムは知ってる？アストロボーイって。うん、知ってますけど、見てません。ね。はい、それでは、じゃあ、19番から聞いてみましょうか。いいですか？じゃあ、はい、なんだっけ？ 19 番、そういうことの、そうとは何のことを言っているのか、ここは A の、まだそういうことはありませんね。うん、はい、これはどれでしょうか？はい、これは、2番です。車がビルを振り立つ、はい。はい、素晴らしい正解。はい、よくできました。これは、車がビルを降りたり、ですか、振りたり。降りたりでしょ。うん、降りたり。うんうん。あ、降りたり。うん、素晴らしい。はい。じゃあ、20番。はい。鉄腕アトムの話。鉄で、そういう読み方。あ、これね、鉄腕アトム。鉄腕。鉄腕。うん。じゃあ、鉄腕アトムの話はいつの話ですか？あれは、確かに23年ですかね。2003年です。あ、そうです。はい、正解。2003年。はい、2003年2番の話です。はい。はい、そう、これね、鉄腕アトム、あの、1963年に書いたのに、その時でセルフを持ってたんですよ。うん、そう、鉄腕アトムがね。持ってました。だから、あれ、もうその時全然セルフない時代だったからね、こう、なんていうの？予言した。漫画みたいな感じね。はい。はい。それで、まあ、鉄腕アトムもいつか見てみてください。はい。はい、何？ん？そう、私小さい頃見てたんですよ、私は。私は小さい頃、鉄腕アトムすごい見てたんですよ。でも、1963年生まれじゃないです。それでは。じゃあ21番、筆者はどうして安心していますか？これは、まあ、難しい。うん、2番ですか？ちょっと待って、2番。残念、これはね、3番なんですよ。
筆者って私ね、筆者って私ですけど、ライターですけど、はい、どうして安心してますかっていうことで、もう文章のところで、ロボットも人間のようになっていなくてほっとしています。I'm relieved. はい。ほっとしています。人間のようになっていないから。あ、じゃあこのほっとっていうとこわかんなかった？ほっとしていますの意味。あ、知りません。あ、じゃあそこがポイントだったね。じゃあ I feel relieved がほっとしましたのところで。ということなんで、車がビルを降りたり、空を飛んだりすること。オートメーションになってなくてよかったっていうことで、2番でした。ん？あ、違う。3番でした。車が空を飛んだり、ロボットが人間みたいになっていないから。これで私が安心していました。はい。はい、ちょっと残念でした。はい。この話の言いたいことは何ですか？4番ですか？はい、正解。まあ、これも3番と似てる感じでね、はい、私のオピニオン、ライターのオピニオンは自動化が進んでなくて嬉しいということでした。はい。ジーザーさんはどう思います？はい、オートメーション進んでほしい？はい、進んでほしいと思います。進んでほしい？だってさ、空とか車飛ったら嫌じゃない？はい、うん、なんかそうになったら、仕事に到着のまあ、簡単になります。あ、なるほどね。やっぱヤングボーイだね。私は怖くなる。頑張れ。ヤングボーイ、いいな、自由で。はい、ということで、はい、じゃあ今度ブレードランナーと鉄腕アトム見てみてくださいね。2019年の話だからね、あれ、ロサンゼルスの。空飛んでたよ、はい、空飛んでた、うん。まだ飛んでないけどね。うん、はい、残念けど飛んでます。そう、残念で、私は嬉しいけど。はい、聴解、リスニングチャレンジは得意ですか？うん、まあ、一応。はい、ね、分かってるから得意そう。それではじゃあ質問の、テストテイカーの、そこには書いてあるのは、答えだけね、はい、セレクションだけ書いてあります、はい、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて1から4の中から最もいいものを選んでください。はい、準備ですか？はい、じゃあいきますよ。準備はいいですよ。はい、いきます。留学生のマイケルさんとクラスメートのアイコさんが話しています。マイケルさんはどうして面白いと言いましたか？アイコ、ああ、もう6月か。梅雨になるね。マイケル、梅雨って何？アイコ、あ、梅雨って聞いたことないか。日本では6月に雨が多いんだけど、その上湿気もすごいんだ。その6月の嫌な天気のことを梅雨って言うんだ。マイケル、つゆってラーメンのスープのつゆと同じ？アイコ、うん、それとは違う。梅の雨って書いて、つゆって読むんだ。マイケル、英語で言うと、プラムレインか。どういう意味だろうね。アイコ、うん、確か6月の雨が多い時に梅の実ができるからって聞いたことがある。マイケル、そうなんだ。面白いね。はい、質問、もう一回読みます。留学生のマイケルさんとクラスメートのアイコさんが話しています。マイケルさんはどうして面白いと言いましたか？はい、1、2、3、4から選んでください。4番ですか？はい、正解、素晴らしい、さすがですね。はい、梅雨という言葉ができた理由が面白いからです。はい、梅雨って知ってました？はい、知ってます。がそのラーメンのつゆをしてませんでした。ラーメンのつゆ知らなかったね。そう、ラーメンの。そう、ラーメンのね、つゆって言うんですよ。ね。うん、なるほどね。はい、よく知ってますね、いろいろね。はい。それでは、じゃあ次に行きます。はい。これも、
はい、じゃあ質問を言って、それから1から4から選んでください。はい、いきます。メアリーさんとヒロシさんが週末どこに行くか話しています。2人はどこに行きますか？ヒロシ、メアリー、明日どこに行きたい？メアリー、そうだな、どこか楽しいところある？ヒロシ、メアリーは日本に来て1年でしょ？観光地はどこに行った？メアリー、浅草とスカイツリーは行ったし、渋谷とか新宿も行ったしね。上野動物園やアメ横にはまだ行ったことがない。ヒロシ、鎌倉には行ったことがある？メアリー、鎌倉？行ったことない。どこにあるの？ヒロシ、神奈川県にある小さい京都っていう感じで有名なお寺がいっぱいあるんだけど、東京駅から電車で1時間で行けるんだ。メアリー、小さい京都か。楽しそう。そこにしよう。はい。質問をもう一回読みます。メアリーさんとヒロシさんが週末どこに行くか話しています。二人はどこに行きますか？はい。1、2、3、4。はい。難しいだ。難しかったね。トリックをね。早く言った今。トリックしてるからね、これ。トリック。漢字も読めないけど、漢字ね、ごめん、漢字ね、普通振り仮名ついてるんですよ、 N3 はね。だけどこれ、あの Google ドキュメントだから振り仮名つけられなくて、一応読みます。あの1番、京都、2番浅草とスカイツリー、3番上野動物園やアメ横、4番鎌倉。これね、テストにも振り仮名ついてるんだけど、これあのルビーとかできなかったから。はい。はい。じゃあ4番ですか。はい、正解。鎌倉。はい、素晴らしいですね。はい。そう、漢字忘れなかったから、どっちが鎌倉かなって思いました。あ、そうよね。そう、普通はね、テストに振り仮名ついてるから大丈夫です。はい。でも、なんか、日本語上手だから、あの読めると思っちゃってたからね。はい、そうそう、なんかそういう意味です。はい、正解、素晴らしい。鎌倉って聞いたことありました？浅草はある？浅草は知ってる？聞いたことはあるけど、知っていません。で、スカイツリーのある場所なんでね、あの辺で浅草なんですけど、それで、京都は知ってるでしょ、京都。まあ、そう、京都。ね、で上野動物園は、まあ、上野のズーでしょ。知らない？上野、あのパンダがいるの。パンダ、パンダ見るのに、ね、そうそう、パンダ見るのにね、1時間かかる。1時間行列でラインナップしてパンダが見れる。1時間。そうそうですか。時々2時間。そう、アメ横っていうのは、まあ、シーフードとかが安く売ってる場所ね。あの、上野の近くでね。はい。それでは、そういうところに行くかもしれませんね。浅草が好きで、浅草は行きます。はい。浅草行ってみてください。はい。はい。それでは、とうとう最後です。お疲れ様でした。疲れたでしょ？疲れてない？別に。大丈夫ですか？はい。大丈夫です。はい。それでは最後の問題。25では、問題用紙に何も印刷されていません。されてないでしょ？そっち。1、2、3、4だけね。この問題は全体として、どんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最もいいものを1つ選んでください。はい、それでは行きます。はい。一郎さんとひろみさんが話しています。一郎、来週みんなで海に行くんだけど、ひろみさんも行かない？ひろみ、楽しそう。誰が行くの？一郎、たかしとまなぶと、かすみちゃんとまゆちゃんが行くって。ひろみ、行きたいなぁ。あ、でも、来週おばあちゃんが福岡から遊びに来るって言ってたなぁ。一郎、おばあちゃんとどこかに行くの？
ひろみ、うんうん、まだ何も予定はないけど。一郎、じゃあ行く？ひろみ、行きたいけど、ちょっとおばあちゃんに聞いてみる。多分行けないかな。一郎、そっか、じゃあ行けたら教えてね。ひろみ、うん、わかった。ひろみさんは、質問。ひろみさんは、海へ行くことについて、どう思っていますか？はい、1番。海へ行かない。2番、海へ行く。3番、まだわからない。4番、おばあちゃんと行く。はい。何番でしょう？3番です。正解、まだわからない。3番です。はい、素晴らしい。はい、はい、これで、終わりです。ということで、点数を見ると、何個間違えたっけ、はい、3個かな。3個だよね。1個、2個、3個だから、25問中22点だから、これ、何パーセントですか？22。私、昔バンカーだったんだけど、数学が苦手で、25×100 は88% です。素晴らしい。はい、素晴らしい。はい、特に問題が難しくなってたと思うので、本番はもしかして100点かもしれませんね。そう、100点になってほしかったんだけど、22点がいいと思います。うん、素晴らしいですね。うん、7月受けるの？7月受ける？ 7 月に受けるの？はい、はい、受ける予定があります。うん、あれ、ボンジュラスって7月受けられるんですか？うん、ホンジュラス、じゃなくて、エルサルバドルに行かないと。うん、あ、そうなんだ、うん。だってね、アメリカはね、12月だけだったと思いますよ。じゃあ7月に。うん、12月も、うん、12月にも、なんか、JLPT を受けることもありますが、うんうんうん、なんか、12月、縁に、ほどレベルが、うん、が、なんか、届くかも、けど、うんうん、なんか7月に受けてみたいか、塩酸、うん、ああ、なるほどね。じゃあ、頑張って、じゃあ、12月は N2 受けれるかもしれないですね、N3 受かったらね。うん、まあ、多分来年の7月も N2、うんうん、とりあえず N3 がいいと思います、うんうん。それが足りる、私に。うん、うんうん、多分受かると思いますよ。N2 って難しすぎし。うんうん、受かると思います、N3。これ見てたら。はい、ね。ということで。プライベートになります。受かったら教えてくださいね、じゃあね。はい。で、必ず。はい。じゃあ、満点じゃなかったので、ボンジュラスのガバメントのために、ボンジュラスのセールスをしてください。そう忘れたかと思ったんだ。ボンジュラスの、だから、いいところを世界の皆さんに教えるんでしょ？まあ、いいところもいろいろあるんだけど、はい、例えば、イースラ・サラワイアという、なんか、町のことは、うん、そこには綺麗な海だったり、なんか、サンゴ市で、が見つけるも、それはいいところ。一度行ったことありますけど、サンゴ礁、でも、はい、サンゴ礁、うん、その海にサンゴ礁あります、うん、その他にはなんか、コパン、観客よく来る場所です。うん、じゃあ、はいはい、皆さんも行ってみましょうということで、今日はありがとうございました。すごい日本語が、はい、ありがとうございます。はい、日本語すごい上手で、ね、発音も上手だし、びっくりしました。ね、そういうことか、まあ、なんとなくね、日本にいたらもちろん、上手になれることもありますから、行きたいです、うん。日本人の友達もたくさんいるんですか、じゃあ。はい。一人もいないけど、そこに行ったら、そう、日本に行ったら、いろいろな友達できちゃうと思います。うん、そうね、なんか明るい、ジーザス明るい感じもいいので、友達たくさんできると思います。はい。そうになってほしい。はい。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい、とてもいい勉強になりました。あ、よかったです。それではまたね。はい、バイバイ。はい、バイバイ。